ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。はい、この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしております。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、あゆとギリオこと木更木リオと、サッチーこと音のサッチの4人がお送りしています。せーの、始まるばーい。始まりました、ミルクセーキ大作戦。やったいがーえ、怖いわー。そういうこと？はい、11月に突入ちょっと突入いたしまして、バーバー。はい、11月といえば何ですか？なんかありますか？ポッキーの日。あれ、あの勤労感謝みんなありがとう。いいよ、そっちの誕生日だわ。いい夫婦もあるよ。はい、というわけでね、これを聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス 0957-27-0840 27-0840。メールアドレスはにじアットマーク 771fm.co.jp nyji アットマーク 771fm.co.jp FM 諫早のホームページアプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それではここで一曲聴いてください。ミルセイキでワルホデジッサ。今日はテーマ、ごめん、テーマトークということで、始ま
ませんね、テーマを持ってまいりました。はい、今月はですね、待ちに待った私がお誕生日ということで、おめあのお誕生日といえばですよ、ありがとうありがとうやべ、お誕生日は11月の25日、いいニコニコの日です。ニコニコよろしくお願いします。おめでとうございます。あと25日間ちょっと毎日言ってね。いやだ、いや今日しか言わない、はい、もう終わり、当日も言わん、言わん何よりも当日も言わん、わおわおわお、まあそういうことで、まあ、サプライズってあるじゃないですか。はい、だから、ね、ちょっとその、まあ、誕生日じゃなくてもいいんですけど、サプライズをしてみたいとかされたいとかいうのをちょっと、うん、夢を見る感じで、実現不可能な感じでもいいんで、ちょっと妄想をね広げていきたいなと。いいですね、はい、いいじゃないですか。はい、まあ、絶対ありえんことをしていく、ね、絶対ありえん、そう、意地でもありえんことをして、別にありえてもいいありえてもいいけど、なんかこう夢を見る今日はね、うん、会です。女子会、女子会です。自分の誕生日にしてほしいとか、いや、いつでもいいでしょ、でもいい、されたいサプライズだったらいいんでしょ。そうそう、そう、まあ要はドッキリみたいなね。そう、じゃあちょっと、じゃあ私からいいですか。はい、いや私はやっぱりあの何でしょうかな、なんかいいかな、自分相手がいいかな、相手を選んでるの、その友達がいいかな、カリピがいいかなみたいな。じゃあスキピ、スキピリスキピスキピスキピにあのももクロのチケットあるじゃないですか。まあそれをもらうのは大前提ね、うん、だけどあの最善チケットってあるんですよ。あるの、そう、なんかファンクラブのくじで当たったら、そのたもうめっちゃ運いい人最善チケットっていうのがあって、うん、どの好きなライブも最善のチケットに変えれるっていう権があるよ、うん、それをこう普通にライブ行くよって言ってこうもらった後に、もうそれが最善チケットでみたいな、知らなくて、え、最善じゃんみたいなになって、最善になるやん。で個人的にはこう小さい箱がいいんよね、で距離が近い、はいはいはい、距離が近い小さい箱の1列目最善で、こうなんだろう、ちょっとさ、もも苦しい気持ち悪い、気持ち悪い、こう夢よ夢やけど、例えばこうくじ引き、あのボックストークとかで私が書いたやつが当たるの、当たって、うん、こうももクロちゃんのストージに当たっ上がる、気持ち悪いっていうのを、喋ってをなんかこう計画されてるみたいな、ね、うん、こう裏でね、金に物言わせて、もうさ、ニヤ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 しすぎてさ、全然内容入ってこん、いやもうね、にんまりよね。そう、なんかだからこうなんだろう、 どんな感じでもいいけど、こう誰かが私のためにこう根回ししてくれて、うん、こうそういう機会を作っていただけたら。それさ、やだ、それやるとしたらさ、うん、そのスキピはさ、うん、本当にめちゃめちゃお金もいろいろコネクション全部使うわけだから、うん、スキピ違法カレピだな、違法カレピ。でも別にさ、そのスキピへのはなんかどうでもよさそう。だからなんかスキピはスキピ置いてくぼりじゃん。スキピはつながってるじゃなきゃ、違う黒と違う違う違う、なんかこう裏の人裏と仲良しで、でイープラスとかと、そうそう、なんかそう、まあ、でなんかやろうと思えばそう、ももクロちゃんと私をつなげることもできるけど、うん、私はやっぱり友達として仲良くないって言ってはオタクとアイドルとして関わり続けないんですよ、私ももクロちゃんと、一線を越えたくない。でもさ、もし例えば私がさ、はい、なんかももクロちゃんのメンバーのさ一、はい、人とさ、なんか実は親戚とかでさ、はい、会いたいんだったら会わせてあげるよって言ったら、会うけど一線は越えない。会うんかい、いや矛盾矛盾。え、それでそこですごい意気投合して、じゃあ LINE の交換しようとか言われたらどう？いや、そのダメだよしないの？したいよ。でもするんでしょ、ずっと捉えるの。でもだってね、他にも好きな人いるのにダメだよ。だからしないの？いや、するかな。これがいいじゃん、意志弱い。口だけじゃねえかよ。なんだこいつ。もう私は分からなくなった、自分の話して。なんかほらテレビでよくあるじゃん、なんかさ、ももクロについてどう思いますかって言って答えてたら後ろからなんか話されて、死んじゃう死んじゃう、私今これ喋ってても死んじゃうそうなの。早口早口、進行がほぼってなっとる。アホやろ。はい、じゃあ私はもういいです、満足満足終わったんかい、満足しました。じゃあリオはね、あのね、まあレッスンでこうレッスンが終わりました。で、みんなでこう入ってるじゃん。で、うん、みんなバイバーイってこうみんなバーってばらけるやんな。で、こう帰りよって、テチテチって帰るって、はぁ、今日もバスで帰るんかと思いよったら、うん、バス停のところに緑のビートルが、ブーンって来て、ブーンって鳴らすんだよって。
なんやろうって見たら窓がビーって開いて、お待たせマイガールって言ってたんです。中から登場してリョウを迎えに来てくれるっていうサプライズが一番嬉しいです、うん。泣きそうな顔してる。もう想像したら泣いちゃうよ、うん、私本当になんかその何二次元の人に恋するとかいうのが申し訳ないんだけど本当に理解できなくてあれなんだけど、うん、ビートル緑のビートルは実在するじゃん、うん、でもさ、うん、なんだっけ、ルーちゃんも実在しますよ、うん、でもさ、うん、あのペラペラじゃん、あの鼻とかも高くないじゃん、違う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 、いるもんね、いるもん、だって絵で乗ってるんでしょ車に、絵じゃない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 、私たちと一緒、刺されるよ、誰にそれ以上言ったら、立体立体、二人刺す人がいるよ今ここに、とりあえず二人に刺される。違うもん、私は理解しようとしてる、だってれいちゃんの斜めから見た時のわし鼻のちょっと丸いところが好きです。それは画力じゃない、違う違う違う、本当に本当に、だってさ面白くない、車で迎えに来たらさ絵がそこにいる、違います、違います、あるんだもんね、実在した時の、そう、顔がちゃんと分かる、あのどんな顔かが分かる、あゆは刺されたくないから擁護してるの、顔が当らない、言っちゃダメ、だってあゆ、うん、もダメじゃんそういうの、理解できないでしょ、うんうん、理解してあげたい、じゃあ理解してあげたいんだよ私も本当に、うん、分からんよ私や。だかられいちゃんは車2台持ってるんですよ、でオープンカーを持ってるんですけど、これは今妄想の話、本当の話、うん、でもさすがにオープンカーできて全身白いスーツで来られたらちょっと目立つから、長崎だといつものビートルで普段着できてプップってして乗せてもらって、えでもさ、うん、なんでそれはさリオとつながってるの、だからな、うん、急サプライズはわかるけどさ、うん、ほらさっきのさ、うんうん、サチのやつだったらさ、あれだよ、思いが通じたんだよ、違う違う、あれなんですよ、レイちゃんは向こうの世界から私にずっと指針送ってくれてるんですよ、何回も何回も、本当にすごい、違う、すごいんですよ、だって違うの、これは本当だってね、うん、トートバッグがね最近すごいの、それもね発売されたんだけどさ、言いたい、どうぞ、そう、あのね、そのシャイニングストアっていうのが定期的に歌プリは開かれてるんですよ、うん、はいはい、店がね、そこで今私が今日買ってきて持ってきてるんですけど、うん、このトートバッグには R が女の子の顔のリボンがついてる R と、うん、もう一人男の子の R がいるんですよ、うん、その説明文に君と僕を表した R だよって書いてあって、うん、レイちゃんがリオの R とレイジの R をプリントしてくれて3次元の世界で発売してくれたんです。うん、すごくないですか、でもついに本当のところは何なの、女の子の、うん、そもうリオだって、あの歌プリの世界の女の子ははるかなんですよ、はるかだから R じゃないんですよ、そう、なんでキラまでその世界になんか、いやキラはそうですよ、違うそうだけどそうだけどなんかリオ擁護派みたいになってる、だってそうだもん、うん、だって向こうの世界の女の子は はるちゃんだから R はいないんですよ、神宮寺蓮しかおらんべ、らんまる、あいたんだ、いたんだ、うん、リオじゃないか、でもリオです、女の子だから振られた、いやでもリオだよ、リオリオ絶対リオ、えあのえうん、だからずっとレイちゃん向こうからしてくれてるし、リオが寂しいなと思ったらレイちゃんがアプリからこうピロンって連絡が来るんですよ、レイちゃんがたまに今何してるのとかで、リオがびっくりするもんな、うん、今レイちゃんのこと考えると今来たみたいな、なんてお知らせが来るの、えなんか今何してるのとか最近会ってないねみたいな感じで来るんですよ、来、うん、くる、会ったことあるの、いや会ってるんです、だからスマホの中で会ってるんです、私は分からない、怖い、もうメガネうるうる、本当にそうなの、なんか目が本気なの、そうで、リオがそのジャプリの映画見に行った時も、うん、たまたまですよ、見に行ったらその時のナレーションもアンコールの挨拶も全部レイちゃんだったんですよ、だからもう、うん、待っててくれたのに、でもさ、それはそれを見に来てるさ、うん、レイちゃんのファンの人はみんなそう思ってるんじゃないの、うん、違う違う、だそれみんなは違う、でも絶対リオがそのせいだから、絶対リオのおかげよ、リオのことを思ってくれてるから届いてる、あみんなね、俺のちょっとごめん、次の人言ってもらって、はい、じゃあキラでリオ養護組の、はい、でもキラはまだいいよ、はい、あのキラは大江玲奈ちゃんが大好きなんですけど、 あのキスビーさんっていうね、大江玲奈ちゃん大好きのペロムリンチョなんですけど、明日あの誕生日です、今日は Today 11月、いや今日じゃない、今日じゃあのその違う、あのその日なんかもうそう、イエス、そう、それで、うん、
あ、はい、おはようって起きます、はい、で、あの、まだベッドですね、起きて、はい、あの、目を開けただけの状態です、はい、めっちゃ足重いって思って、うん、ベッて見るんです。ただでっけえ箱があって、うん、で、乗ってるんです自分の上に、うんうん、え、やばって思って開けたら、OL のちゃんがこんにちはっていて、で、そこでめっちゃ仲良くなって一緒にディズニー行くだけで、LINE 交換する。ダメダメダメなファンがおった。つながりのつながる、みんなつながりたいんやな。つながりたいけど、それを我慢するのがオタクない。無理無理無理、好きだもん。みんな好きな人いるよ。付き合いたいもん。ダメよ、みんなの、みんなの OL なっちゃうんでしょ。私の、うん、だってこのさっき言ったことが違うんですけど、サチダメだよ。いや、それは私はしないから。あんたつながるってさっき言った。交換するって言ってた。いや、それはそうしたいけどダメだよ。でもさ、でもさ、自分が寝ぼけとるときにさ、でっかい箱からさ、でもさ、寝起きってさ、こっちはブッサイクよ、うん、ブッじゃん。ウケンが自分で鏡と大エレナちゃん見て、あ、可愛いって思う。でも自分の顔を潰したくない。それでさ、一緒にディズニー行く間さ、うん、行くまでの間、大エレナちゃん、あんたが準備するの、うん、ママと一緒に待っとく。うん、待っとく。かわいそう。それは優しいから、ウケンがそれ、あの、LINE ライブとかしとってもらって言うぜ、ね。今の間にね、やるやる、待ってる間にね、時間待ってる間に、キランチのリビングでも、うん、キラの部屋でもいいけんが、うん、ラインライブして、うん、金は稼げんか、うん、そう、時間は有効活用してもらって、ね、あの、渋谷の、うん、渋谷の看板とかに乗ってもらって全然いいです。うん、なんかよく、え、あのさ、あれ、ここにはいない、キエちゃんの生誕の時に箱から出てきた時に、いないいない、いないのか。この間言ってた、そうそう、キエちゃんの生誕で、うん、キエが大好きだった、うん、チャイモのリコちゃんっていう子が箱から出てきたん、すごかったよ。めちゃでかかったよ。だけん、そんな感じってことやろ。え、じゃあリョウもレイちゃんと出てくるね。そうだけん、私はアリンか。だけん、キミラのそれはなんかで現実になるかもしれんよ。うわー、おー、レナちゃん大好き。え、あ、セキヨ大好き。もしかして榎本リョウちゃんかな。でもさ、箱からさ、榎本リョウちゃんとかさ、うん、おエレナちゃん出てきたらさ、あーってわかるけどさ、セキヨ出てきてもなんかわかる。いや、セキヨかなって思うけど、誰ってなる。セキヨで職業わかる。誰って、札束持って登場した。え、でも多分通訳がいる、通訳、うん、日本語でセキヨでーすって、なんか携帯で、あの、Google 翻訳、そこでやっと石油王、私のために。でもさ、見た目がさ、あれやろ、石油王ってさ、もうなんか白のさ、あのなんかかぶって金色の輪っかかぶってって思っとるけどさ、うんうん、全然違うさ、なんかさ、うん、なんか例えばさ、カズシみたいの出てきたらどうする。石油王ベース、札束持ってれば石油王、お金あるから、石油王。石油王って英語何、何キング、オイルキング、オイルキング。オイルキング、なんかヒカキンみたい、オイキンみたい。え、箱から出てくるね、まあ、え、なんか出てきてほしい、リオンの生誕の時も誰かが。私でいい、したら嬉しい。え、そしたらもうなんか、おー、静かそう。わー、静かそう。あれ、テンション出さないで上げて下げられるやつ。でもそうよね、大きい箱とかあってさ、これ絶対いいもの出てくると思っとってさ、うん、とんでもないの出てきたら嫌やもん。嫌、うん、だ。なんか開けてこんなちっちゃいのかな。豆みたいなのがちょんてぃってなる。あゆちゃん、あゆは、あゆはよくなんか今時カップルって、うん、こうプリクラとか撮るときに 3,2,1 のタイミングでディズニーのチケットみたいな あるじゃん、あるね、それをあのディズニー東京じゃなくて、アイが行きたいディズニーがフロリダと上海だっけ、香港だっけ、香港、香港、うん、ディズニーなんですね。だから右手にフロリダ、左手に香港で 3,2,1 でパシャってしてほしい。石油王にオイルキングに。あ、プリクラ撮るときに、そう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 、いやーみたいな、っていうやつで撮られたい。ちなみにプリキももう自分たちの専用プリキやから、もうその状態になってたらさ、別にそれぐらいとってことないんじゃないの、もうびっくりもしないんじゃない。だから石油だから、箱から出てきた石油王とそのままライブ後、うん、プリクラ撮りに行って、うん、一発目でされた。なんでライブなの。さっきの話の続き、ライブで石油王が出てくるの。だから生誕後に
そのプリクラ撮って、とりあえず近いの香港の方だから、香港にジェット機で今から行くよって言って。それはびっくりするな、最初やった。ね、香港で楽しんで、次の日、フロリダ行く。え、実際やった。ヘト。石油やったら何でもいいん？別にこう、意思の疎通もしないまま一緒にもういいん？お箸が持てて、お箸持てないか。お箸持ったことない、ね、あ、じゃあこっちがスプーンとフォークになる。てかもよ、うん、じゃあおにぎり食べとくなんか、うん、あと毛が生えてなければ。あ、そうか。そうそう、すね毛。前話したんですけど、無毛の石油王。そう、無毛の石油王だったら毛深いイメージある、なんか、うん、あ、だからヒゲとか脱毛。え、めっちゃもう絶対石油王なんよ、うん、絶対石油王けどめっちゃ毛むくじゃらやったらどうする。あ、もうダメだね。嘘だって、金だけもらって置いて。石油王なんよ、うん、で、しかもなんかあゆのこと結構なんかちょっといいなみたいになってるんよ。そしたらこの辺に多分もうめっちゃあのヒラヒラっていろんなところでちょこちょこってヒラヒラってディズニーのチケットヒラヒラさせようよ。パッて取って、でもさ、あゆのこと、あゆのこと好きなら脱毛してって言ったらしてくれないかな。だってお金はあるじゃん。あ、あ、もう だけどそれはそれで一旦は受け入れるけど、うん、条件としてってこと、脱毛してって。だから香港飛ぶ前に脱毛行こうって。1回じゃダメじゃん。まずだからとりあえずじゃあブラジリアン1回やって、うん、今マッサラピンの状態にしてとりあえず香港行って、そっから脱毛していこうって、永久脱毛の、うん、していこうっていう。あー、うん、なんかひどいね。すごい。でも石油王の条件はちゃんと飲むよ、ああいう、ね、YouTube でさ、ちっちゃい子がさ、ディズニーのさ、チケットもらってさ、うわーってなるやつあるやん。あ、そうでしょ。あ、外国の子供でしょ。そうなんか、もう行きたくてしょうがなかったんよ。で、なんか急にリュックもらってプレゼントって言ってリュックをもらうよ。で、え、何とかって言ったら、今から行くわよ、ディズニーランドみたいな。それ素敵やわ。でも、鳥肌だった。ってなってるよ。もう本当に子供なんやけど、小学校上がるか上がらんかくらいの時、キャーってなってるよ。多分、あゆそんななりそう。そう、多分だから、プリクラとか、もう、バーってなって、あの、もう顔めっちゃブサイクになると思う。それ見た後で。目反応しないみたいな、そう、素敵な記念すべき一枚なのに。あの、この前の猿に飛びつかない。多分なる。本当驚いた。驚いた顔めっちゃブスだから。写真大好きすぎて、うん、ちょっともう無理。そう、多分そう。アーシャにしたい。あれアーシャはどんなグループってなる。やだ。アーシャにしたい。マジで。でも本当に行きたい。それと、ね、石油を。石油を。そう、出会いたい。なんかでもそのサプライズって寂しいな、なんかこう。あ、じゃあ別に石油じゃなくてもさ、大きい箱にさ、お金いっぱい入ってればいいんじゃん。無限がいいんじゃない、お金が。そうだ ね、無限がいい。その掘れば掘るほど出てくる。出てくる。叩けばポケットの中にはお金が一つよ。お金の叩いたらドル札二つみたいな。二ドルやん。わかんないだもん。二ドルで。少なくて。あの金額それわかんない。悲しいな、二ドル。百ドル。そうね。サプライズ、まあ、あ、怒るといいね、そんなことがね。ね。うん、これ、石油を聞いてたらしてくれないかな、石油を聞いてますか。でも、レンちゃん届いてたら早く迎えに来てください。あ、じゃあ、ありん。ありん。え、でも、つながるんでしょ？つながらない。でも、なんか、すごい下心言っていいですか、うん、長崎ラバーズアンバサダーじゃないですか、ももクロちゃん。うん、長崎ご当地アイドルミルクセーキじゃないですか。うん、っていう。ないわの。何この人怖い。気持ち悪い。ご縁がないのかなとか。ねえねえ、なんて。なんもない。ああ。何これ。怖い。やだやだ。もうなんか一回お手つきって感じ。ごめん、じゃあもう喋らない。とりあえず好きが。一番お誕生日近いのに。さて、そろそろお時間となりました。メッセージいつでも待ってるので気軽にどんどん送ってください。待ってまーす。それではここで一曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキです。セイト。
私のこと好きとやろ。それでは私は伊賀ミルク聖域の告知をさせていただきます。明日11月2日土曜日は長崎市にて長崎大学学園祭に、翌日3日日曜日はあるあるシティにてスーパーデューパーボリューム4、4日祝日月曜日はブードゥーラウンジにて裏見る食べボリューム32に出演します。はい、3連休でございます。ということで私はですね、あのスーパーデューパーボリューム4かなの方、私はですね、はい、あの出演できませんという3日ね、3日ね、リオがいない。リオは4日祝日月曜日ブードゥーラウンジ裏見る食べがいません。いませんね。でもさ、すごい盛りだくさんの3連休。そう、ね、東大祭からのスーパーデューパーからの共演者からの裏見る、だってさ、セノイモン来るよ、うん、すごい、セノシスター来て、バンジャパって、ピエルシさん来て、リバーストうち九州勢、行きたかった。ダンバーは絶対楽しいやつやもん。そう、4日のね、裏見るたび本当に出演者たくさんの楽しみアフの、タノアフの、ウレアフですね。うちならではのキャスティングみたいな、モリモリよ、モリモリモリ、そう、楽しみ。もうこの時間、今週のミルク聖域大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜日の夜はぜひぜひ私たちミルク聖域にお付き合いいただけますように。それではまた来週、私たち長崎からミルク聖域なるよ。せーの、おやすみミルク聖域なるよなるよ。